こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今回は夜の極上癒しルーティーンを皆様にお見せしたいと思います。お風呂場からお届けいたしますので、よろしくお願いいたします。クレンジングはファンケルマイルドクレンジングオイルを使ってます。こんな感じで優しくこうやってやっていくって、こすらないでね。はい、でクレンジングの時、私こうやってシャワー直接かけてるんですけど、本当はこれすっごい肌に負担がかかるので、シャワーを直接ぶちかけないように。はい、でこれシャワーですね。でいつもはね、私あのおちょっとのシャンプー使ってるんですけど、試供品試したくてこれを使いました。流してっていう感じでね、猿みたいな顔してますね。はい、で私は、トリートメント2回しています。でね、こうやってトリートメントを待っていますね。そして5分後流していきますというね、トリートメントの処方ですね。はい、で1回目はあのディス表参道でもらうトリートメントで、2回目はおちょっとのトリートメントを使っております。こちらも5分後ですね、流していくっていう感じになります。でボディーソープはデオコを使っております。まあ、これは本当無心になって体を洗おうという感じですね。で洗顔はディープログラムエッセンスインクレンジングフォームを使ってます。結構泡立て器を使わなくても、泡立て器っていうかネットを使わなくても泡立って結構クリーミーな泡なので、本当におすすめでございます。はい、こんな感じでね、あの洗顔はこうシャワー直接当てないで、手に水溜めて水が肌に直接つくって感じがいいので、拭くときは優しくこすらずに拭いてください。まずはこちらドクター RX、 こちら前に動画で紹介したこともあるんですけど、極超癒しルーティンの時はこちらを使っています。ヒト幹細胞培養液エキス 4% も配合してる美容液、美容液 4%、 これ、ね、4% ってすごい珍しいから、それをぬりぬりしていきます。はい、こんな感じでリンパマッサージをしていってます。でこちらを紹介してから使い続けていて、ほらここにね、ちょっと右端だけど、ここに底見えコスメがあるやろってくらい、最後の一滴分一塗りまで使いたいコスメなんです。私は何度も言っていますが、スキンケアは使い分けている人なので、それやり始めてお肌が改善されてきたなって思うんですけど、スキンケア迷子になってこの子に出会って使い続けてみたら、格別にお肌が生き返ったっていう声が聞こえてくるのではないかというぐらいに、若かりしき肌、モチブル肌が戻ってきたんですよ。ちょくちょくストーリーでも登場するスキンケアの、大好きなスキンケアの一つでございます。はい、そしてこちらですね、美容液クリームももちろんヒト幹細胞培養液エキスを 4% も配合しているんです。ちなみに 4% ってなかなかないことだから知っておいてください。本当に珍しいからね、極上スキンケアだから。本当にこれでもクリームといっても本当にベタつかないので、もうめったくたおすすめ、めったくた言うてまためちゃくちゃおすすめでございますので、本当にスーッとね入っていってくれる、お肌に浸透していくぜ俺たちみたいな感じなので、本当におすすめ。はい、という感じでね、こう塗った後でございます。本当にもう、ハンデしてんのか君はっていう、下地でも塗ったんかってぐらいに、本当にツヤツヤ、プルプルもちもち、全部が揃って最高ですって感じだね。毛穴もね、こんな近くに来たって見えないんじゃないかレベル、本当におすすめよ。このね、お肌ね、ドクター、ちょっとスキンケア困ったぜって方は、ドクター RX ぜひ使ってほしいと思います。はい、で美容液オイルはこれも試供品なんですけども、セットでついてきて使いたかったんで椿オイル使ってます、いつも。でドライヤーですね、やってます。本当にドライヤーね、時間できる、確保できることすらありがたい。はい、でこれなんていうのか分かんないんだけどね、あのコスメキッチンで買ったくしです。本当になんか溶かすだけでこんな感じでツヤツヤになるので、これも本当におすすめかなと思います。うんうん、イエイ。はい、いかがだったでしょうか、私の極上のバスルーティーンでございます。今日はですね、あえてライトもたかない、お化粧もしないすっぴんで挑みます。今ね、ちょうどね、ここにニキビができちゃってるんだけどね、ここのニキビ撃退すればね、もうめっちゃ肌綺麗って感じなのよ。こんな感じのお肌でございます。
かが史上最強に近いんじゃない？今の肌毛穴まで映っちゃう？毛穴までとか言ってないね、ないねとか言う。マジで私のお肌はチュルンチュルンだよ。という感じで本当にこのドクター RX は使った瞬間からわかる、もっちもちなの。本当に自分のお肌がもっちもちになる。ハリだね、多分きっともちもちイコール多分ハリだと思うから、ハリが復活するの。え、どこ行ったっていう。でね、ほうれい線とかもね出てきてたけど、この間からほうれい線とかもねやっぱり出てくるけどね、今ね出ないもんね。結構私こうやってハッハッハッハって笑うタイプだけど、そんなに気にならない。本当にアンチエイジングに特化してるなと私は思っていて、アンチエイジング系のスキンケアだったら私はドクター RX を使ってるぜってみんなに言いたいぐらいの、あのスキンケアの使い分けでございます。ママにもセットしたの、美容液と美容液クリームのセットをねママにもプレゼントしたので。ね、やっぱバーバもスキンケアに困ってるって、私のバーバねもうスキンケアに困ってるって言ってたので、でバーバってベタつくのが嫌いらしくて、スキンケアするときに結構なんかこだわりがある人なんだけど、でもすっごい迷ってるらしいの。今ね73歳なんだけど、すごいね迷ってるらしくて、あ、バーバじゃあこれいいよって美容液と美容液クリームをバーバにクリスマスプレゼントにプレゼントするんですけど、だからちょっとねその家族にも勧めたいぐらいのスキンケアなので、あの私本当に悩んでるの、何使ったらいいのって方とかに本当におすすめ。私もスキンケア迷子の時にこれに出会って肌がいい感じになったって思ったのもドクター RX だったから、今日すっぴんとは思えないでしょ。これ本当にファンデなしだよ、私の肌が照明なの。もういつもメイクしてもらう時とか、あのスクールとかもそうだけど、メイクしてもらう時とか、あとお店とかも行っても本当に肌綺麗だねって言われて、スキンケア何使ってるんですかって聞かれるので、本当にそれぐらい毛穴がないねって褒められるんです。あ、それってこんな早くからアンチエイジングとか始めとくとやっぱいいことたくさんあるし、やっぱアンチエイジングって大事だなってすごい思うんです。やっぱね、年齢とともに肌ってちょっとこう変わってくるじゃないですか。その肌の変わりとかも早めに対処しておけばいい感じにな、こんな感じでね、私の肌が照明だけど、うざいうざいうざい、今日うざいキャラ。やっぱね、スキンケアとベースのコスメには私的にお金はかけた方がいいと思います。なんかお金かけてあるほどやっぱ違うんですよ。全然お金かけてあるほどやっぱ成分が全然違くって、成分の裏を見てみるとわかるんだけど、安いとやっぱその成分入れられなかったりとか、こういうのでごまかしてるとかっていうのがあるから、やっぱちょっとそれなりの値段するスキンケアを使った方が後々まあお肌にもいいし、自分の積み重ねだからスキンケアって、だからお肌にもいいし高いなって思うけど、これは本当にエステと同じくらい、まあエステよりもいいんじゃないかって思うけど、私はねそれぐらいすごいスキンケアだから、家で極上エステ気分を味わえるというあのスキンケアなので、エステ通えないぜって、通勤時間とか通勤の料金かかるぜ、エステも高いぜ、それを考えると毎日やれるのはすごい贅沢なんじゃないかなと。この値段では絶対できないよねっていうね感じなのね、私は。という感じで今日は私の極上エステ気分をお家で味わえちゃうんだぜ、夜の癒し時間を添えてでしたはい、では、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。